やっぱりさ、今回とか難しくしてやろうと思ったんだよ。なおチャンネル、スタート。はい、皆さん、こんにちは。なおチャンネルのなおです。皆様ね、第60回の逃走中いかがだったでしょうか ?FNS の逃走中も最高だったよね。なので、今日はですね、第60回 FNS 逃走中クイズを入れていきます。イエーイ!いよいよね、FNS 逃走中クイズね、考えてやってまいりましたよ。もう今回はね、もうマジで逃走中マニアにしかわからないクイズを作ってみたぜ。これ、初見で答えられたら、もう、俺はもうあっぱれだぜ。でもこれはもう逃走中マニアだったら絶対わかるかもしんない。いやー、どうだろう。まあね、普通の格好でね、やってもあれなので、では早速ハンター姿に変身してやっていきたいと。おやす!では、それでは変身してやっていきましょう。レッツゴー!では、ハンター姿に変身しました!今回も5問で、なんと全部記述問題になります!いやー、今回の逃走中クイズはこれむずいっすよ!では、始めていきましょう。第1問!ティモンディ高岸さんが捕まったとき、ダイゴさんは何と言ったでしょうか?そこまで!みんな、分かったかな?では、正解を発表していきます。正解は、やればできないじゃんでした!イエーイ!高岸さんが捕まった際ね、いやー、ナイスナイスってハンターにね、むっちゃ褒めてたんですよ。で、まさかのダイゴさん、やればできないじゃん。いや、もうナイスツッコミ。ああいう返しができる人はもうダイゴさんしかいなかったっすよ。いや、もうそのね、やればできないじゃんって言われた時、俺もう大爆笑でした。高岸さん、次出た時は、やればできないじゃなくて、やればできる。みんな、わかったかな?続いては第2問!千鳥のぶさんは、牧野さんを千鳥軍に勧誘する際に、牧野さんに何と言ったでしょうか?そこまで!みんな、わかったかな?では、正解を発表していきます。正解は、J リーグのイベントをノーギャルで出ますでした!イェーイ!そうなんですよ。もう、ノブさん、これも宣言しちゃいましたからね。で、結果、牧野さんは、千鳥軍に入りました。で、かまいたち山内さんもね、勧誘したんですよ。J リーグのイベントプラス、なんと、オンラインのね、観覧イベントのフェスをやるみたいなね、なんか話をしていたんですよ。でも、あえなく、かまいたち軍には入らずでした。山内さん、まあ、実習成功したから、いいんじゃないですか?みんな、わかったかな?続いては第3問!矢吹奈子ちゃんは、濱家さんに、大悟さんに、なあこちゃん、なあこちゃんって言われたんですけどって相談した際に、濱家さんは何と言ったでしょうか?そこまで!みんな、わかったかな?では正解を発表していきます。正解は、チームに引き込むというより、飲みに誘おうとしてるから、ダメでした!イエーイ!でも、俺から言わせてもね、千鳥の大悟さんは、本当に千鳥軍にね、勧誘したかったんだと思う。まあ、そりゃね、飲みもね、大事だと思うけども、やっぱりね、千鳥軍にね、いた方がやっぱりテンションも上がるだろうし、なんせアイドルだから、もう元気バンバンバンと、なるんじゃないかなと思って、なあこちゃん、なあこちゃんって言ったんじゃないでしょうか。でも、結果濱家さんの方に入ったのであれば、なこちゃん的には大丈夫だったんじゃないかな?みんな、わかったかな?続いては第4問!千鳥の大悟さんは、平子さんに、なんとクレームをつけたでしょうか?そこで、みんな、わかったかな?では、正解を発表します。正解は、平子さんをいじって、いい雰囲気に最新しての、わしらやででした!イエーイ!やっぱり、平子さんと千鳥さんって、昔からやっぱ共演率が多かったわけなんですよ。で、大悟さんはね、やっぱりね、自分のチームになんで入らなかったんじゃってね、やっぱり悔しい思いがあったんでしょう。で、その話をめちゃめちゃした際に、平子さんはその後、すぐに確保されてしまいました。平子さん、もし、千鳥軍に入っていれば、もしかしたら、逃走成功できたかもしれない!みんな!わかったかな?続いてラストは第1問!ミッション3が始まる前に、
アナウンサーたちに取材を求められた逃走者は誰でしょうか。そこまで、みんな分かったかな。では正解を発表します。正解は千鳥の大悟さんとかまいたちの山内さんでした。イエーイ。さすが27時間テレビの MC の皆様でございますよ。大悟さんはね普通だったんですけど、かまいたちの山内さん、いやバカかお前らっていうツッコミをしました。まあそりゃそうでしょうね、逃走中ですから。でその後はまさかアナウンサーたちが通報部隊になっちゃうとは。あんな可愛い顔してんのに、なんてこった。みんなアナウンサーたちには気をつけようね。みんな分かってかな。以上が第60回逃走中クイズでした。みんな何問答えられたかな。今回の逃走中クイズはね本当に難しいと思う。なんせセリフだったし、まあこれは本当に逃走中初めて見る方は実際わからないかもしれない。マニアは絶対ねこんなの余裕じゃんって思いながら見てると思うけども、でも一語一句さ完璧に当てられるのはちょっと厳しいんじゃないかなと思いました。いやちょっと今回厳しすぎちゃったかな。いやでもね、今までの逃走中クイズも簡単だったっていうコメントがあったからさ、やっぱりさ今回こそ難しくしてやろうと思ったんだよ。これで簡単っていうコメントがあったらぜひぜひコメントよろしくお願いします。そしてね僕はですね12月31日までチャンネル登録者数を1万人目指します。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断掲載よろしくお願いします。あとは拡散もよろしくお願いします。拡散はですねハッシュタグなおチャンネルか、ハッシュタグ英語でなおチャンネルって書いて、まあ SNS 何でも構いません、そちらねアップしていただけたら僕見ますのでぜひぜひよろしくお願いします。今夏休み企画ですけども、この夏休み企画で1万人目指しましょう。ということで今回ですね第60回 FNS 逃走中クイズをやってました。最後までご覧になっていきます。以上なおチャンネルのなおとでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 次のね土曜日はですねもうコラボでございますよ。そして夏休み企画みんなで楽しく盛り上げていこうぜ。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。